ね、今日は何でしょう。今日は箱の中身当てゲームっていうのをやってもらいます。これを5秒間だけ触って中身を探しに行くっていうものです、はい、それでは用意スタート。ストップです。はい、はい、これじゃあ景品を取りに行ってください。行きます。はい、宣言をお願いします。これです。すみっこ暮らしのマスコットの何色？わかんない。帽子意外と大きかったから茶色だと思う。これ撮ってもまた見た方がいいのかな。でも多分帽子あってこのぐらいの大きさってこれしかないと思うんだけど、ね、13回目いきます。触った食感が違う気がする。多分とりあえずこれだとは思います。はい、はい、取ってきましたけど、なんか触った感じがなんか本当にちっちゃい気がする。なんかもっとね、大きかった。答え合わせいきますか。はい、大きさが大きさ変わんない、大きさ変わんない。判定は OK です。 OK？ 判定 OK？ OK！ おー！やった！はい、 OK でした。イエーイ。何か罰ゲーム、当てたらカメラマンさんが罰ゲームということで、カメラマンさん罰ゲームどうぞ。じゃあサトシのもの、サトシの声真似で、も、真似で、すみっこ暮らしゲットだぜって言ってください。すみっこ暮らしゲットだぜ。はい、ありがとうございました。以上、ルーパムでした。皆さんまた見てください。バイバイ。